皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今回は友達と2人で2泊3日のソウルに行ってきます。あっという間にソウルのインチョン空港に到着しました。3月中旬ということもあり、学生さんの旅行もすごく多くて、入国までに1時間ちょっとぐらい並びました。無事に空港の外に出てくることができました。この後はホテルを取っているカンナムのエリアまでバスで向かいたいと思います。その前に、韓国だと T マネーのチャージが現金なことが多いので、5000円分ぐらいここで換金をしています。バス乗り場に向かっていきます。こちらでチケットを購入できます。インチョン空港からカンナムのエリアまで17,000ウォン、だいたい日本円で1700円ぐらいです。乗るバスがこちら。乗り場がかなりたくさんあるんですが、番号で教えてくれるのでそんなに迷うことはありません。バスの車内はこんな感じで、結構シート一つ一つが広くて、とっても快適に過ごすことができました。前回12月にプサン行った時は本当に寒かったんですけど、さすがに3月ともなるとソウルも結構暖かくて、一応ダウン着てますけど、そんなに寒くなかったです。今回のホテルはこちら、ベストウエスタンプレミアカンナムというホテルです。部屋はこんな感じで、ベッドが2つ、テーブル、モニターなんかもあって、非常に使いやすいお部屋です。あとはコーヒーとか、韓国には珍しい歯ブラシなんかも置いてありました。で、バスルームは、こちらで、まあ結構綺麗な感じで、シャンプーとかコンディショナーもついてたので、これもちょっとありがたいなという感じです。この後早速散策を始めるのですが、その前に、ソウルの街全体をご紹介したいと思います。こちらがソウルの中心地のざっくり地図になります。でソウルといっても結構広くていろいろ見どころがあるんですけど、今回回った街を中心に、ここはこういうところですっていうのをちょっとマッピングしていきたいと思います。まず街がこんな感じで、一番有名な左上のミョンドンから、イテウォン、ハンナムドン、シンサドン、カロスキル、カンナム、アックジョン、ソンスあたりを今回旅では回りました。ミョンドンは皆さん多分一番有名なんで、ソウルといえばって感じですけど、一番の繁華街になってます。でイテウォンは、ドラマで有名になったところで、結構六本木っぽいと言われます。で次のハンナムドンっていうのが、今ちょっと個人的にはというか、界隈では一番熱いおしゃれエリアというふうに呼ばれてて、ブランドの路面店がバーと並んでいて、ちょっとこう代官山っぽい雰囲気があるエリアになります。でシンサドンカロスキルっていうのは、ここもいわゆるおしゃれエリアで結構ショッピングに適した場所になっています。でカンナムは、こちらも結構大きな街なんで有名だと思うんですけど、今回ホテルはここに泊まりました。でオフィスとかビルがすごく多い繁華街になっていて、美容皮膚科なんかも多いエリアになってます。でちょっと上がったアックジョンですね、ここは、結構ハイセンスなエリアって今人気で、ブラックピンクのジェニーの、タンバリンズっていう香水屋さんとか、ジェントルモンスターっていうサングラスのお店とか、そういうののフラッグシップが道に、集まってるっていうエリアです。で最後のソンスっていうエリアが、ここが、なんか再開発されてるエリアっぽくて、かなり行くと10代20代の若者がすごく多くて、なんかこう廃墟を改造したおしゃれカフェだったりとか、あとブランドのポップアップが集まっていたりとかっていう感じで、本当に見どころがたくさんある、街になっています。で距離感なんですけど、やっぱソウルは大きいので、例えばこのカンナムからミョンドンまではバスに乗って30分ぐらいかかります。ということでここから散策を開始します。最初のお目当てはこちらのカフェです。実はネットフリックスの韓国の恋愛ドキュメンタリーの脱出を独り島3というのに出ているジンソクさんという方が経営しているカフェです。入った時はジンソクさん普通にここで接客されていて、写真は撮れなかったんですけど、やっぱり見た通りすごく筋肉もあってめちゃめちゃイケメンでした。普通にカフェメニューとかケーキのメニューもたくさんあって、普通のカフェとしての利用もおすすめのお店です。この後は晩御飯のお店に向かいます。バスに乗るんですが、この T マネーを乗るとき、降りるときにタッチすると乗ることができます。ディナーのお店は友人が探してくれたカンジャンケジャンのお店です。カンジャンケジャンとは渡りガニを漬け込んだ料理で、とにかく美味しいんですね。で、店内はこんな感じで、早速注文をしました。
カンジャンケジャン1人分で2万ウォン、だいたい2000円ぐらいっていう感じで、その他火の通ったメニューとかチヂミとか、魚介類を中心にメニューがありました。でおかわり自由のお味噌汁スープがついていて、こちらが料理です。付け合わせのナムルとかキムチと、こちらがメインのカンジャンケジャンと、あともう一つ、サムギョプサルを注文しました。で白いご飯とか、その他諸々の付け合わせがつきます。でカンジャンケジャン、ちょっと見た目はあれなんですけど、本当に味が濃厚でめちゃめちゃ美味しかったです。全部合わせて2人で5000円ぐらいでした。お腹もいっぱいになったので、この後はアックジョンエリアの方に向かっていきたいと思います。このエリアは結構向かう途中の道に、あの両側に飲み屋さんとか、なんか結構にぎわってる感じで、歩いてても楽しいですし、この辺でご飯を食べるのもいいなという感じです。歩いていくと早速ブラックピンクのジェニーの看板が見えてきました。最初のお目当てのお店がこちらの、香水を専門に扱うタンバリンズというお店です。先ほどのブラックピンクのジェニーがアンバサダーを務めるお店で、最近すごく人気の香水のお店になっています。中はあのイソップとかそういう感じの雰囲気があって、まあ、オブジェなんかもあったりして、とっても店内もおしゃれです。で店内はこんな感じで、カウンターの周りにバーッと製品が並んでて、キャンドルだったりとか、あとこれは変わった形のハンドクリームで、最初どう出すのか分かんなかったんですけど、こうやって後ろを押し出すと、ピュッと出てくるようなおしゃれなハンドクリームになっています。であとは卵っぽい感じの形のちょっと変わった香水だったりとか、でこちらはバームですね、いい匂いのする、まあ、練り香水みたいな感じになっています。メインの香水がこちらで、大小サイズがあって、小さいサイズがだいたい4000円ぐらいになっています。で気になるものがあったら、これ欲しいという感じで伝えると、中の店員さんがこんな感じで紙を書いてくれます。でこれをレジに持っていくと購入できるという感じです。その場で免税してくれるのも結構ありがたいポイントです。私は小さい香水を2つ購入しました。ちょうど3月に東京の青山にも初めてのお店を出したようで、ぜひそちらも行ってみたいなと思いました。さらに歩いていくとジェントルモンスターというサングラスのブランドがありました。で結構奇抜なデザインなんで中には入らなかったんですけど、他の、あの芸能人だったりとか有名な YouTuber さんの動画でも結構紹介されてるブランドです。あとこちらはちょっと読み方が分かんないんですけど、 SW19 っていうんですかね。でこちらも香り系のお店になっています。コンセプトが朝つける香水とか夜つける香水とか、時間によって分けられている香水で、こちらもすごくあの全部いい匂いでした。香水だけじゃなくていろいろハンドクリームだったりとかも売っていて、私はこのハンドクリームのミニセットを自分用に購入しました。お値段は3500円ぐらいだったと思います。アックジョンのエリアは今話題のお店が路面店でギュッと集まっているエリアなので、散策するのにもすごくおすすめです。帰りに近くのオリーブヤングに立ち寄りました。まあ、まだ初日ということもあるので、一旦ちょっと品定めをしながら、1回目の爆買いを終えてホテルに帰ってきました。韓国は最近も行って、もう次いつ行くか分かんないので、とりあえず気になったものは基本的に買おうかなという感じのスタンスで挑んでいます。また購入品については別の動画で紹介したいなと思います。おはようございます。韓国ソウル2日目の朝です。まず朝ごはんにこちらのパン屋さんにやってきました。口コミの評価がめちゃくちゃ高かったので来てみたんですけど、本当にパンが全部美味しそうでした。まあ、一つ一つが大きいので2つ買って友達と半分こするっていう感じで食べまして、こちらの、たい焼きの中にクリームが入ってるみたいなのも明らかにカロリー爆弾だろっていうのを、まあ、朝から食べました。もちろん味は美味しかったです。先ほどのパン屋さんが座れるところがなかったので、コーヒーがてらスタバにやってきました。店内すごく広くて、まあ、快適に過ごせる場所だったんですけど、韓国限定のグッズなんかも結構あって、まあ、これは後ほどまた爆買いをすることになるんですけれども、一旦品定めをしているという感じです。でメニューも食べ物飲み物それぞれ、韓国限定のメニューがあったりとか、とっても美味しそうな感じでした。で朝からちょっと食べ過ぎ感否めないんですけど、追加でサンドイッチを半分こしました。でこの後は今回の旅でどうしても行きたかったナイキのカスタマイズ
をするために整理券を取りに行きたいと思います。日本ではまだやってないサービスなんですけど、ナイキのトレーナーとかキャップとか T シャツに自分で好きなワッペンをつけてカスタマイズできるっていうサービスになっています。ミョンドンのお店でやっているので、そちらに向かっています。ミョンドンに到着しました。さすがにやっぱりミョンドンは人が朝でもすごく多いなという印象です。こちらがナイキのお店です。当日分のチケットを取りに来たんですけど、めっちゃ並んでるかなと思ったら、そんなに並んでないというか誰もいなかったんで、普通にチケットをもらうことができました。でこの看板のところで、カスタマイズですかって聞かれるので、あ、はい、そうですという感じでチケットをもらいます。で時間が1時間半単位で区切られていて、夕食前の5時台の時間に申し込みをしました。でこちらがその元になる、トレーナーとかパーカーとかキャップのサイズ別の在庫状況なんですが、やはり人気のアイテムの主要サイズは結構売り切れが多くって、まあ、一応やる前にこれは確認していった方がいいかなと思います。無事にチケットも入手できたので、この後は最近話題のハンナムドンというエリアにバスで向かっています。こちらがハンナムドンの、バスを降りたところの入り口になっています。なんか閑静な住宅街っていう感じで、本当になんか東京の青山とか代官山とかそんな雰囲気が漂っています。少し進んでいくと、まさに代官山っていう感じで、おしゃれなお店が点々としているので、散策しながら買い物を楽しめるエリアになっています。最初に訪問したのがこのアラバグというお店で、最近韓国でもできたブランドのようです。中に入るとバッグがメインのお店のようで、まあ、ちょっとあんまり他では見ないデザインだったりとか、あと素材とか軽さもすごくあって、まあ、普段使いにすごく使いやすそうなバッグがたくさん並んでいました。でこのハンナムドンのエリアは韓国のモデルさんのヨンアさんが YouTube で紹介してて、このお店も紹介してたんですけど、来てみたいなと思って来ました。小物で言うとキャップなんかも売っていて、とても使いやすそうで可愛かったです。でこちらのキャップが3、4000円ぐらいで、他の大きめなバッグとかも、まあ、6、7000円から1万円、2万円ぐらいまでのもので、まあ、比較的手頃になんか可愛らしいバッグが手に入るお店だなという感じです。このハンナムドンというエリアは本当になんかおしゃれで、まあ建物とかお店とかもいろいろおしゃれなものがあるので、まあ歩いてるだけでも結構楽しいエリアかなという感じです。次に訪れたのが、日本でもトレーナーとかで人気があるマルディのお店です。フラッグシップなのかな、結構広くていろいろ品揃えもあって、まあ、日本だとあんまり見ないようなアイテムもたくさんありました。でマルディ関連でもう一つ超おすすめなお店が、このマルディの子供服を専門に扱うお店です。中に入ると置いてるものが本当に全部可愛くて、まあ、子供服とはいえマルディそんなに安いブランドじゃないので、まあ、こういうワンピースとかで、まあ、1万2、3000円とか結構お値段はするんですけど、なんか日本であんまり見ないようなデザインでめちゃくちゃ可愛くて、思わず女の子のお子さんがいるお友達に電話して、テレビ電話をつなぎ、必要なものがあったら買っていくよっていう感じで連絡をしちゃったぐらい、全部本当に可愛かったです。でサイズも本当に小さい子から150、60ぐらいまでのサイズ感はあったかなという感じなので、まあ、お子さんがいらっしゃる方はここ着てみるとすごいテンション上がるかなと思います。で次に訪れたのがこの MSMR という靴下の専門店です。こんな感じで店内はほとんど靴下って感じなんですけど、デザインが結構凝っていて、この MSMR っていうロゴが入っているものだったりとか、いろいろおしゃれなモチーフが入っているデザインが多くて、とっても可愛かったです。種類が本当にたくさんあるんで迷っちゃうんですけど、一番人気と言われて紹介された MSMR のロゴが入ったスニーカーと合わせられるような靴下を購入しました。2000円ぐらいでした。でショッパーとかこの包装がめちゃめちゃ可愛いので、お土産とかにもおすすめだなと思いました。次に来たのがこのアトリエ9という、アパレルのブランドです。中に入ると、カラー別にアイテムが並んでいて、結構品質が良さそうな、ただそんなにお値段も高くないみたいなお店で、こちらの春先とかまで使えるニットを買ったんですけど、だいたい8000円ぐらいだったかなと思います。で次に来たのがこちらのデパウンドというお店で、こちらもアパレル中心なんですけど、まあ、雑貨とかも結構多くって、特にこのバッグがめちゃくちゃ可愛いなと思いました。2階建てのお店になっていて、1階がバッグ小物類、そして2階がアパレルっていう感じで、いろいろ品揃えも良かったです。
最後に立ち寄ったのがこのディアドラセナというお店で、ヘアケアのブランドみたいです。店内はイソップみたいな感じですごいいい匂いがして、シャンプーとかコンディショナーとかヘアオイルとかがたくさん並んでいました。店内が洞窟の中を歩くような感じのデザインになっていて、とても可愛かったです。ハンナムドンの散策を終えて、次はソンスに向かっていきます。ソンスではお昼ご飯を食べたいと思います。こちらがソンスの駅前になります。最近はブランドのポップアップストアだったりとかおしゃれなお店も多いんですが、昔は工業地帯だったようで、その古い街並みを再開発されて今おしゃれなエリアになっているという場所です。お昼ご飯に選んだのがこちらのカムジャタンの超人気店です。お昼の時間は過ぎてたんですけど、もうすごい行列で、全部で100人ぐらい並んでたんじゃないかなという感じです。テレビでも紹介された感じで有名店のようです。で、列の終わりにそんなに待たずに20分ぐらいで入ることができました。店内はこんな感じでにぎわっています。で、頼んだのがこちらの名物カムジャタンです。豚の背骨とジャガイモを煮込んだ鍋という意味の料理で、スープの出汁やホロホロのジャガイモと、あとエゴマがアクセントになっていて、今回食べた料理の中では一番美味しかったです。で、最後にこの残ったスープにご飯を入れて、カムジャタンのチャーハンを作ってくれます。もうこれも本当に美味しくて、最後韓国のりをドバーっとかけてくれるんですけど、こうやって鍋の縁でおこげを作りながら、食べるという感じです。ボリュームあったんですけど、2人でペロリと食べてしまいました。カムジャタンの鍋とチャーハンのセットで、日本円で3800円ぐらいでした。とってもお得だなと思います。腹ごしらえをした後はソンスの街を散策したいと思います。こちらはケーキ屋さん、デザート屋さんで、この一つ一つのオブジェみたいな、もうアーティスティックな作品みたいなのがケーキになっているそうです。これは真っ黒いクロワッサンですね。まあ、とにかく不思議な見た目でした。次に立ち寄ったのがこのガレージを改造したようなおしゃれなお店で、旅とかアウトドアをコンセプトにしたセレクトショップのようです。店内はこんな感じで、リュックサックとかスーツケースとか旅をコンセプトにしたセレクトアイテムだったりとか、まあ、少しアウトドアによった製品なんかも並んでいました。そしてソンスで絶対に行きたいと思っていたのがこちらのフィーというコスメブランドの限定のポップアップストアです。店内に入るとやはりすごい人気で、めちゃくちゃ人がいました。リップとチークをメインとしたポップアップなんですけど、色の種類がすっごいたくさんあって、自分の顔タイプ、ブルベとかイエベとか、まあ、それに合わせてリップとかチークを選べるチャートなんかもあったりして、とっても楽しいポップアップストアでした。リップもチークもだいたい2000円しないぐらいの金額でした。購入者限定なんですけど、キーホルダーの形をしたチークが追加でもらえるっていうサービスをやっていて、ちょっと大きいサイズ買うにはっていうチャレンジしたい色を選ぶことができました。これもすごい可愛かったです。とにかく色の種類が本当にたくさんあって、まあ、選んで試してるだけでも楽しいお店になっています。次は同じソンスエリアにあるんですが、先ほどのフィーのポップアップから歩いて10分ぐらいのところにあるこのアモーレパシフィックという化粧品メーカーのフラッグシップストアにやってきました。70年以上の歴史を持つ韓国で第1位の化粧品メーカーで、ラネージュとかイニスフリーとかヘラとか、まあ、いろいろ人気のブランドを抱えた大きな化粧品メーカーです。中に入るとまずこんな感じで洗顔ルームがあって、まあ、落とさなかったですけど、試したい人はがっつりメイク落として、その後の、お試しコーナーでいろいろトライアルができるっていう感じになっていました。スキンケア製品もお試しができます。で、中に入っていくとこんな感じでブランドごとのセクションがあって、いろいろ基本的に試せるっていう感じのお店になっています。こんな感じでメイクができるような場所も揃っています。おそらく品揃えもすごく良くて、アモーレパシフィックのブランドをいろいろ試したいという方には本当におすすめのショップになっています。この後は先ほど整理券を取ったナイキのカスタマイズに向かうので、またミョンドンの方に戻っていきます。夕方になってきたこともあって、道では屋台がたくさん広がっていました。ソウル初めてという方にはやっぱりこのミョンドンのすごい賑わってる雰囲気おすすめなので、まあ、ミョンドンエリアの散策も時間を取れるといいかなと思います。ナイキのお店にやってきました。ちょうどニュージーンズとコラボしているようで、店内ではディスプレイなんかも掲載されていました。こちらがカスタマイズのエリアになっていて、グループごとにこのテーブルに座っていろいろ製品を選ぶことができます。
で元の生地はこんな感じで T シャツ、トレーナー、パーカー、キャップなどから選択することができます。で価格は T シャツがサイズによってですが、2万9000ウォンから3万9000ウォン、子供用の T シャツが2万5000ウォン、パーカーとかトレーナーが7万ウォンから9万ウォンぐらい、そしてキャップが2万5000ウォン、それにそれぞれの、カスタムアイコンをつけて、大きいものだと、1万3000ウォン、小さいものだと、5000ウォン、500円ぐらいという感じで、最終的に貼り付けた量によってお値段が変わってくるっていう仕組みです。でテーブルに座ると1人担当の方がついてくれて、まず生地を選んでおいでっていう感じで元になる生地を選びます。でそれぞれの席にはこんな感じで透明のアクリルに挟まれたワッペンが大量にあるので、まあ、それをこんな感じでトレーナーに当てながらどこの部分にどのものを何個入れるかっていうのをカスタマイズしていくような感じです。とにかくワッペンの種類がめちゃくちゃ多いので、こういったロゴタイプのものだったりとか、イラストが入ってるものだったりとか、あとはニュージーンズとその時コラボをしていたので、まあ、ニュージーンズの限定のアイコンのものがあったりとか、まあ、かなり悩んで、まあ大体1時間ぐらいかかりましたかね。最終的には、キャップにこういったワッペンと、トレーナーの方にはこんな感じで、アイコンを入れることにしました。担当でついてくれた店員のお兄さんもすごい優しくて、日本語も喋れるのでいろいろ分かんないことも聞くことができます。でこちらでレジをして圧着をしてもらうという感じです。混み具合によりですが、だいたい30分から1時間ぐらいで圧着作業が完了します。出来上がりがこちらで、トレーナーとキャップ、そしてワッペンを7、8個つけて、全部で1万5000円ぐらいでした。基本的にはその日の整理券を朝配るというスタイルなので、どうしても行きたいという方は朝開店と同時に整理券を取りに行くっていうのが安全かなと思います。この後は晩ご飯を食べに行きたいと思います。選んだお店がこちらのオンリーゴーというお店です。こちらも脱出大独り島1に出ていたセフンさんという方が経営しているお店です。料理は韓国料理と洋食のフュージョンレストランみたいな感じで、とってもおしゃれなお店でした。味もめちゃくちゃ美味しかったです。でそのセフンさん本人はいるかなと思って見てたら、たまたまいらっしゃって、こんな感じで写真を撮っていただきました。でもちろんあのイケメンですっていうのもあるんですけど、もうそれ以上にお肌が綺麗すぎて、韓国美容の威力を思い知ったという感じでした。いい思い出になりました。でこの後はお腹もいっぱいになったので、ちょっとカンナムの方に戻りながら、散策をしつつ、コンビニに寄ったり、ちょっと細かいものを買ったり、あとはまだ食べるのかって感じなんですけど、サーティワンにも行きました。韓国限定のフレーバーなんかもあって、個人的にはこのヨーグルト味がすっごい味が濃くてめちゃくちゃ美味しいので、まあ、行かれた方はぜひ試してみてください。明日帰国ということで、またオリーブヤングで一通り欲しいものを買ってホテルに帰りました。おはようございます。3日目の朝、帰国の日です。今日は朝からもう空港に向かうという感じなので、空港でのタックスリファンドのやり方だけ最後にご紹介します。まあ、こんな感じで機械のある場所に行くと、まず言語を選べるので日本語を選びます。まずパスポートをかざして、各お店でもらったタックスリファンド用のレシートに QR コードがついているので、それを一つずつ読んでいくという形です。そうすると、最終的にレシートが出てくるので、まあ、それを窓口に持っていくと、その場で現金、円なのかウォンなのか選べて払い戻しをしてくれるという仕組みになっています。基本的に手順に従っていけば何の迷うこともないので、タックスリファンドちょっと面倒くさいと思う方もいると思うんですけど、ぜひやってみてください。はい、ではソウルの2泊3日の旅いかがでしたでしょうか。個人的にはいろいろ買い物もできたし、ナイキのカスタマイズとか、あとは脱出大独り島のキャストの方ともお会いすることができたので、すごく大満足の旅でした。ぜひこの旅が参考になれば幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録、コメントもお待ちしています。